ちょっと思ってたのと違うんですけど、なんないわ。でもしもやられたら、何回もありますね。そしたらむっちゃ凹むじゃない。どうするの？ということで、小牧ドラムセミナーゲストで来てくれた森谷くんです。お呼びいただいてありがとうございました。ありがとう。すいません、なんかね、内容がね、前回やった時はすげえなんか良くなってたし。あ、本当ですか。うん、なんか話し方とかも上達してんなと思って。本当ですか。出たから、ありがとうございます。うん、なかなか良かったんじゃない。本当ですか。うん、これから追いつけ追い越せで頑張っていきます。そういうことで、はい、ありがとうございました。さよなら。どうすんの。いや、俺が悪いと思う。うん、そうやね。今のはもう 100% 小牧君が悪い。うん、あの、お願いやし、カットして。ざっくり台本出すけど、あの、真面目やな、打ち上げの撮影に台本作ってんの。いや、あの、ほんま聞くことだけ。クソ真面目。森谷君の名前を最初に聞いたんで、ウェブのあれもあるけど、小牧から聞いてるのがあって、あー、うん、そっか。で、同い年で、うんうん、そのドラムインストラクターとしてやりたいっていう、ちょっと変わったドラマがいるんですみたいな。はいはいはい、はい、ですごい、でも、どん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 これ、ケンさんも入ってもらおうかな。着々とこう、なんていうか、こう、道筋をちゃんとこう進んでってる人で、めっちゃおもろいから、そのうち紹介できたらいいなみたいな話を、はいはいはい、受けてたから、阪急電車で会った時に声かけたのよ。はいはいはい、あ、小牧が言ってた森谷君だって思って、うんうんうん、森谷さんって言ってたけど、その時は。まあそうっすね。真面目。はじめまして。ものすごいこう。クソ真面目とクソ真面目。まあ存在しか知らなかった。片山ブレイカーズの方ですよねみたいな言ってくれて、うんうん、ありがとうございますみたいな、うんうん、で帰る方面全く一緒やったから、うん、乗り換えまで一緒で、そう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 、ずっと喋って、そうそう、大阪やから、で、うん、帰りの電車の中でオフィス阪急電車で作業してんのも知ってんねん。で、仕事の邪魔してんねやろなって思いながら、ごめんなって思いながら、話付き合わせてごめんなって思いながら喋ってて、だからすごいこのつながりで今日うちのスタジオで来てくれたっていうのはなんかすごい意味合いがでかくて、俺としてはなんかここが今はそうっすね、同じ場所で仕事させてもらってるから、そのきっかけくれてる人やから。いや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 、ありがとうございます。でもなんかそれがなんかね、不思議なきっかけになったんだと思ったら面白いもんですね。いや、そう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 、わからんもんやね。え、小牧君とケイジさんはもともとどういう関係なんやったっけ。話すと長いよ。長い。いや、簡単に言うとバイトの先輩後輩。うん、あ、なるほど。スタジオでしょ。ライブハウス。あ、ライブハウス。うん、高校出たてのくっそ生意気な俺がケイジさんにドラムでボコされたっていうところから。まあ結構長く京都でやってると、うん、なんかいろんな小牧君の先輩と出会うようになってきて、うん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 、結構みんな口を揃えて言うのは、あいつはほんまに生意気やったっていうのめっちゃ聞く。でしょうね。でしょうね。それどうなん。いや、そういうことはあると思う。めちゃめちゃある。自覚あるし、その一番尖ってたのを見てるのがケイジさん。あ、なるほどなるほど。で、その一番こう、もうトゲが出まくってるのの、はいはい、一番尖ってたとこを追ってくれたのもケイジさん。あ、なるほどなるほど。へえ。五個違うね。はい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 。で、当時18歳、23歳、うんうんうん、で、俺は学生をちょうど終わるぐらいで、うんうん、ちょっと、まあ、セミプロぐらいの、はいはいはい、ちょっとドラムでもお金もらえるけど、うんうん、それだけでは食われへんから、うんうん、バイトもしながら、うん、ドラムやってるみたいな時に、うんうん、18歳の新しいバイトで、うんうん、俺もドラムやってるんですよみたいな感じで入ってきて、もうすごい生意気なやつ来たなって。裏で喋ってたぐらいだから。なんでそんな尖ってたの。だろうな、自分最強と思ってた。怖いもんだから。それはでも俺も聞いてて、うんうん、あの高校の時に、うん、まあ、上手いから、はいはいはい、そういう吹奏楽とか、うんうん、そういうクラシック系の音楽とかっていうところで、うん、結構コンテストでちゃんと実績を積んでて、ね、はいはいはい、こんな言い方したらあれやけど、まあ、胃の中の蛙というか、いや、ほんまにそう、ほんまにそう、あのやっぱりその中ではチヤホヤされてた。ライブハウスで来て、うん、まあ、お前らバイトしてんでしょみたいな空気が、うんうんうん、自分もバイトで来てるくせに。バレてた、なるほどね、バレてたしてて、で、なんか俺は結構やるっすよみたいな感じで来てて、はいはいはい、
でもそれがそういうタイトルで来てたのに、まあ、ラグっていうライブハウスなんだけど、うんうんうん、のセッションライブがあって、それに俺すごい可愛がってもらってたんで、うんうんうん、ドラマーで一本セッションライブ叩かせてもらってて、はいはい、でその日に同じ日に僕がバイトで、はい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 、キーさん出演者のバイトで、はいはいはい、でそれのライブが始まっておはようございますまでは相変わらず、ああ今日ライブですか今日は叩くんすねみたいな感じやったんが、ライブ終わったら、はい、ケイジさんあのドラムって教えてはるんですよねみたいな態度がもうめちゃくちゃ分かりやすい展開でもそれってすごい俺からするとめっちゃ可愛くて、はい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 、そのあんな尖ってたやつが、うんうんうん、こんな態度変わるっていうぐらいなったから、でもそれすごいね。でもコマ君逆になんかそう逆にだってそれ見て、うん、教えてくださいみたいな気持ちになれたっていうのはどういう心境なのそれ。いやもう単純にすごかったの、うん、その日のライブが、ほんまにちゃんとへし折ってもらった。へえ、その時にその時にへし折られた感じなの、うん、へえ。そっからもう射程や。へえすごいな。でも射程は言い方悪いけど、うんうんうん、でも慕わせてもらってたっていう、はいはい、それを思える小牧くんもすごいし、可愛いと思える刑事さんもすごいよね。いやでも厳しかった。厳しかったんすか。そんだけ態度変わったら可愛いよだってあんな尖ってたやつが分かりやすくなんか良かったと思ってライブ。それは確かに分かりやすいね、うん、それがでも出会いというか最初なんですね、うん、へえ。東京行くギリギリまでなんだかんだ圭さんの横でずっといてた。あ、そうなんや。そうへえ。東京行ってからもそのスクール立ち上げた後にゲストで呼んでもらったりとかってしてて、なんか途切れずになんだかんだでずっと行ってるっすよね。でもなんかトリコ入ったぐらいからちょっと空気変わってきて、俺めっちゃ覚えてるけど、それこそジャズのビッグバンドをや一緒にやってた時のリハーサルの時とかに、あの新しいバンド入ったんですよ、はいはいはい、女の子ばっかりなんやけど、なんかこいつら多分天才やと思うんですよ。で俺一人男やけど、なんかおもろくて、これ多分売れると思うんですよねって言ってて、はい、ほんまに売れたからな。多分コマ君と出会ってたのがちょうど多分それぐらいやと思う。そのフライヤーをビートフリーに持ってきてくれてて、でレッスンで使ってて、みたいな感じ、まあ、そこが多分初めての出会いやったんちゃうかな、でもものすごい俺がコマ君が一番変わったなって思ったのは、めっちゃドキドキするすげえドキドキする。トリコやめてさ、捨てがそんなにない状況で東京行ったでしょ。そうっすね、でほんまにどんな仕事できるかわからへん。それこそ杉蔵さんが決まるより もうちょい前かな、はい、なんかちゃんと東京で仕事が取れるようになってきたみたいな、タイミングの時に京都に帰ってきて一回喋った時があって、その時にほんまにこう鼻が高い小牧がどこにもいなくて、で俺からすると俺がずっと関西にいて、あのケイさん何いつまで油売ってるんですかみたいなこと言っても良さそうな性格だ。あの頃の小牧くんならそうそう言うてるはずやのに、けど全然言わへんくて、はいはいはい、でしかもちょっと東京のしんどさもちょっと泣き言も言いながら、はいはいはい、でも俺はこれで頑張るんですっていうなんか意思が見えるような話をした時があって、はいはいはい、その時になんか謙虚さみたいなのを身につけたって思ってなるほどなるほど、20代後半でいやでそれであなんかすごい偉そうだけど、はいはい、大丈夫だなって思って絶対そのプロとして一戦でやっていける人になったなって思って、はいはい、その俺が言うのもおこがましいんだけど、いやいやいやありがたいです。等身大でぶつかってくれるっていうか、俺もだから相談できるようになったっていうか、ほんまにプロになったよなっていうのがめっちゃ思ったのは覚えてる。なるほど、嬉しい恥ずかしい。その小牧くん自体がその生意気時代かな、生意気がなくなった時っていうのは自分で感じてるの？そのああなんかそのターニングポイントは何個かある。何個かある、うん、それってどういうきっかけやったの？いやもう単純にだからさっきの、いや俺より上手いやついるわって気づくっていう、単純にそれの連続。うん、東京行った時もそんな感じに。そう、うん、分かってたけど、改めて気づかされるとか。ケイさんの時はほんまに何も分かってなかった。自分より上手いやついいと思ってた、はい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 、でおられるたんびに自分より上手いやつはいるんやなって知って知ってるけど認めへんみたいなもあったけど、認めざるを得ない認めざるを得ない認めざるを得ない繰り返していくうちにスルンってなったなるほどね。今日の話すごい面白かった。だから
でもほんま今日の話ですよね。どこのやつ、チームの時に言ってた、うん、これを叩くんだったら俺じゃなくてあのドラマの方がいいと思いますよって言える強さみたいなものってのは、絶対東京で得たものだよね。そうですね。そうそうそう。まあ、それこそ俺も20代前半の時ってもう小牧君と一緒で、俺が一番上手いと思うんです。最強やと思って。タラディロも叩けない。楽譜も読めへんかったし。最強やと思ってたんやけど、23、4ぐらいで小牧君と会って、まあ、同い年で、同じバンドマンで、でドラムの先生も同じぐらいの時期に始めてて、だから大体同じような境遇やって、でなんかそこから小牧くんトリッコに入って、こうどんどん小牧くんがこう自分のこう成功を掴んでいくような状態になって、なんかちょうど僕はめっちゃ中途半端な時期やって、その時なんかバンドで成功したいけど、でもドラム講師もやってるし、でもドラマーとしても成功したいし、でもそのために別に行動してるわけでもないし、結果残してるわけでもないしみたいなのがなんかずっとなる中で、カミング神戸で小牧くんが2000人ぐらいの前でこう演奏してた時に、だからめっちゃ悔しかった、その時に。こう、まあ、自分関西にいるし、全く同じ土俵に立って自分がこうドラマーとしてやっていくのは、これ絶対勝ち目ないなと思って、もうこんなすごい人たちがいる中でなんかいろんな現場行ってっていうことが絶対無理やなと思ったんで、だから自分はもうドラムの先生としてもうこれは突き詰めていこうっていうことを決めて、でそれのやっぱ大きな転機になったのがやっぱ俺にとっては小牧君の存在やって、そうそう、うんうん、面白いね。めちゃめちゃずっと嫉妬してたんですよ、僕小牧君。大成功してたんだ、僕から見たら。もうすごくこう雲の上の存在やったんで、まあ、近かったからね。そう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 。だからそれで、まあ、吹っ切れた時にその誘わせてもらったのがあの4年前のドラムセミナーで、でやっとこうね、こう俺も結果を出せれたなっていうのはやっぱ自分なりにちょっと感じた。いやもう、うんうん、いや、ま、そうそうそう、マジで今日、うん、セミナーで言ったけど、うんうん、めっちゃうまなってんすよ。いや嬉しい。人に歴史ありだな、面白いな。え、小牧くんは、うん、俺のことどう思ってた？二人で喋ってる、うん、割と上の方に書いてあるから、割と上の方に書いてあるから、ほんまにちゃんと聞きたいこと。ちょっと舐めてた。それはでもね、感じてたかも、うん、うんうんうん、現場で、うん、やってる俺の方がすごいに決まってる、いいに決まってる、うん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 、でどっかで思ってた、どっかでっていうかごめん、はいはい、はっきり思ってた。現場の音を、うん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 、絶対俺の方が知ってるから、もしレッスンやっても、はいはいはい、俺にしか教えれないこと、まあ、逆もあるよ、うんうんうん、森谷君に教えて俺ができんこともあるし、うんうんうん、けど現場の知ってる俺じゃないと教えれないことが絶対にあるっていうのを、まあ、負けず嫌いの俺が、はいはいはい、比べたと森谷君と俺を比べた時に思ってた、うん、思ってたちゃんと思ってた、そう、はいはいはい、うん、やねんけど、はいはい、今日の、うん、言ったらほんまに森谷君この 1,2 年で音変わったね、はいはいはい、かっこよくなったねっていうのは、うん、俺にとってはちょっと脅威なの、うん、だからその、なるほど、自分のセミナーで、うん、そのちゃんとした人呼んできて、それを間近で聞いて、はいはい、見て感じて、はいはい、それを自分のドラムにちゃんと反映させて、はいはいはい、それが、うん、そのレッスン用の動画なのにその違いが分かる、はいはいはい、とこまで来てるっていうのが、うーん、脅威なの。おー、なるほど。なんでその感じ、はい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 、言葉で言えばいいんですけど、その感じなんで出んねやろ、だからどう思ってたっていう質問で言うと、はい、やめてた。ありがとうございます。今はちょっとビビってる、はい、ああなるほど、いやありがとうございますもうっていうのが、なるほどなるほどなるほど。いやもうなんか小牧君になんかそうやってこう変わったって言われるのはめっちゃ嬉しい、正直。いやちょっと次の質問いってみる。こっから普通にもういきますか。いっちゃういっちゃう。まあ、バンドを辞めて、まあ、単身東京に、まあ、行くみたいな感じで、まあ、ほんまにノープランで行ったっていう感じやったと思うねんけど、なんかそれを決意したきっかけって一体どういうものやったの。ずっと東京行きたかった。あ、もともと昔から、はい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 、行く以外の選択肢が逆になかった。で、トリコやった時も、うん、みんなで東京行こうやっつって。あ、なるほどね。もう週多い時月5ぐらい東京行ってたから、うんうん、でずっと行きたかったし、うんうん、でもトリコは地元でこっちやりたいって話があったから、うんうん、まあ、辞めた瞬間に、あ、じゃあもう東京一回行ってみようっていう、はいはいはい、まあ、単純に東京行った理由ってもう単純にそれタイミングが来たなっていう、はいはいはい、なるほどね。だここにその、うん、ノープランで東京行ったけどなんで
仕事がダメだって書いてくるけど、多分鮮度が良かったりとか単純に、はあはあはあ、もうやめていくっていうやつだったから、あ、なるほどね、次の月には行ってたから、あ、そうかそうか、そう、まあ、それぐらい早かったよな、だから、それが多分半年ぐずっとしてたら、はい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 、多分こんなにうまくはいかへんかったと思うし、多分向こうでなんかバイトしてたんちゃうかなと思うけど、割ともうその東京に行ってすぐぐらいにその仕事はちょっとずつつかめていってたの。そう、へえ、トリコ辞めてすぐの小牧を使ったらどんな化学反応が起きるんだろう、ね、みたいなところがあったと思う。なるほどなるほど、だからこっちでグズグズせずに、うんうん、スッといけたことは今でも、うん、あ、よかったなって。なるほどね、やっぱ怖かったよね、空はははやっぱ怖かったよ、めっちゃ怖かったよ。あ、まあでもそりゃそうやね、何もない状態で東京行くっていう感じだからね。でもやっぱその行動力というか、まあ、思い立ってすぐ行動するっていうことが、ね、こう仕事につながったっていうことはね。最初の半年はね、うんうん、ちょこちょこお金になる仕事はあったけど、はいはいはい、そんな生活できるレベルでもないから、最初の半年はもう銀行口座の毎月減っていく額を見ながら、はいはいはい、でもバイトはしないって決めてたから、はいはいはい、そやな、そこで時間を使われてしまうとっていうことだよね。そう、うん、で預金残高をいかに、うん、住む、あの、減らさずに生活するかっていうことをまず考えてしまうんだけど、はいはいはい、いや違うと、はいはいはい、このお金使って誰よりも練習してやろうと。おお、なるほど、頑張れば10ヶ月ぐらいそれで生きれない、節約生活、はい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 、でもそれを半年に縮めてでも、うんうん、全部スタジオ代と機材に詰め込んでやって、これであかんかったらバイトしようみたいな、はい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 、ってやったのは、でもありがたいことに構想して、なるほどね、一個一個ちゃんとやれたから、うんうんうん、守りに入らなかった自分は、うんうんうん、偉いってちょっと自分では褒めてあげたいなと思う。すごいな、素晴らしいですね。でもやっぱそうまで戦闘無理なんやろね、きっと多分、うん、ライバルも多いし、うん、だからバイトしてる間に練習して仕事をつかみに行ってる人にどんどん先をやっぱ越されてしまうっていう。そうそうそう、なるほどな。え、そのあたりでビジネスも勉強していったみたいな感じか。あ、全然全然、それはもう全然関係なく、うん、うん、もう音楽のために生きてたら、うん、あ、これってそのままアプリ売るのも一緒やん、あ、なるほどね、ウェブ作るのも一緒やんって気づいたっていうだけの話、だから俺別に勉強してない。ああ、そうだ、うん、でも結構本読んだりするんじゃないの。本読むのはめちゃめちゃ読む。マックンとでも話してたらいつもなんかこうアイデアがすごいこう湧いて、いろいろこう話してくれるというか、そうそうそう、なんかもっとこうした方がいいんじゃないのみたいな、なんかアイデアをすごいこういろいろ確か、まあ、俺はなんか鼻高いとは思ってるけど、未だに気になってるのは、うん、ちょっと良くなったけど、うん、スタジオの照明黄色すぎって言ってる。あ、それ前から言ってる。もうずっと気になってるね。俺いろんなドラマの動画見るから、うんうん、関連にバーって出てくる、はいはいはい、関連のとこで黄色い画像来たら絶対盛りたい。もうなんか照明変えよ。それでも逆に個性的でいいんじゃないの、並んで。あ、森田に黄色いなみたいな。なんかアナログテレビ感あんの。なるほどなるほど、ブラウン感感。なるほどね、ずっと前から言ってるやんな。でもそれはね、4年ぐらい言ってる。現場の人の凄さってやっぱその技術とかじゃなくだけじゃなくて、かその適応力とか瞬発力とかがすごいやんか、やっぱり、うん、いや、あのね、多分ね、逆なの。そうなの。ほんまにすごい人は、うん、適応するんじゃなくて、うん、自分の方に引き込むの。あ、だから要は自分、俺、例えば俺やったら、はいはい、俺が一番いいドラム叩けるのは、うんうん、相手に合わせることじゃなくて、うん、相手に寄ってきてもらうこと。あ、なるほど。自分のこのビートが一番生きるように、うん、ベースとギターに弾いてもらうのが、はい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 、一番生きるわけやん。なるほどね。でギターとベースが弾き出すように寄っていくと、ね、はいはいはい、自分の良さは 70% ぐらいになる。あ、なるほどね。だからそこが、うんうん、今日の、はいはいはい、おはようございますから始まってて、初めての人と今日初めてレコーディングしますって時に、うんうんうん、よろしくお願いしますって言って寄っていくと70になるけど、あ、なるほど、俺はもうこのドラムしか叩かへん、はいはいはい、叩けへんしでいいの、はい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 、でやると100でいくと、はいはい、みんなが寄ってくれるから。なるほどね。そういうことなんやね。適応力じゃなくて、もう、そういうことなんや。もう、何、俺を中心としてこう、はい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 、ガンとやるっていう気合い。でもまあ今日の話じゃないけど、その現場行ってみんなを引き寄せるドラムを叩くっていうのは、これが俺のドラムっていうのがないとできへんことじゃないの。
そういうことじゃない。俺ない。いやでもそれ俺も同じこと思ったけど、その俺のドラムって言って言い方あるんだけど、俺はこういうドラムを叩きますっていう覚悟で、こんだけ逆に言ったら準備もしてるし、そういうした練習もしてるっていう状態で、でも俺はもうこれですからって言っていくわけじゃない。っていうのって、それで仕事がなくなったらもうしゃあないわって諦めれる強さみたいなものがないとできないと思うのよ。駆け出しの時とかってそれが怖いじゃない。仕事を失うとか、お前のドラム全然あかんわってプロデューサーから言われるのが怖いとか、絶対あるはずだと思うのよ。でそれを、いや俺はでも俺これですからっていうのを、もう最悪あかんって言われたくないけど、あかんって言われたらもうしゃあないって覚悟を決めれるような強さを持てたのってどのタイミングぐらいなのかなとか思うね。あ、そういう意味で言うと、昔のスイッチを引っ張り出してきてました。その18歳の時のクソ生意気な時の俺のスイッチを、丸くなってからも東京行ってからもあのスイッチを一回グンと押すんですよ。でもじゃあそれってさ、もしも違うって言われて、小前くんちょっと思ってるのと違う、使い物にならないわってもしも言われたら、あ、何回もありましたよ。でもそしたらむっちゃへこむじゃない。どうするの？へこむ。もうそれだけ、もうへこむだけで、へこんで練習してまた次の現場行く。そうそう、次の現場に行かすみたいな。トントロ美味しいね。もうでも結構聞きたいことは割と聞いてるっちゃ聞いてるんで。俺から質問して最後に。ああどうぞどうぞ。まあ今教則本出したり、YouTube やったり、いろんなことずっとやってるやんか。はい。本だなんか何やってるやんか。教則本書いたり。教則本書いたりやってます。やってて。はい。今後の展望。ああ。どこ向かってんのかは。単純にすげえ興味ある、ああでもね、ないかも今。おお、どこにも。もうほんまになんかとりあえず自分が一生懸命になれることに向かっていってるっていう感じ。前まあでもコマ君ちょっと相談させてもらったんだけど、東京にいた時に、あのね、なんかそうそう、この人ね、そう一回ちょっとグズグズのメンタルで東京グズグズ教則本って僕最大の夢やったんですよ、出すのが。そうやね、そうそうそう。でそれを叶えた時に、もうなんか何もやる気がなくなってしまって3ヶ月ぐらい、まあ、レッスン自体は一生懸命やるんですけど、なんかこう何の意欲もなくなった3ヶ月ぐらい で我々にとっては意欲がないって絶対絶命やんか。やる気がない、そうそうそう、やる気がない状態っていうのは一番やばくて、もうこれは無理かもしれないなって思ってた時があって、でその時にまあなんか小牧君といろいろ話させてもらった時があったんやけど、正直目標を無理やり見つけるっていうことはしないでおこうと思って、なんかまあ求められることに対してはまあちゃんとやってこう情熱を持って取り組めることにとりあえずまっすぐ取り組んでいこうと思って、まあ言ったらまあそれを積み重ねてきたから教則本出せるようになったし、まあ正直今でっかい夢っていうのは全くなくて、もうとりあえず目の前のことに対して結果を出そうっていう、だから教則もちゃんと売ろうとか、ちゃんとみんなに届けたりとか、まあ今までは遠い夢だけどメジャーデビューとか教則本出すとかすごいこう遥かかなったやつなんやけど、割と近いところに目標を作ってそれ壊して、じゃあ次はっていう感じで今行ってるっていう。なるほどね。じゃあ今後何が起こるかは自分でも分からんし、分からへんし、けどまあそれが楽しみやからね。そう、でもなんかまあ優先順位的には低いけど、でもやっぱちゃんとプレイヤーとしても、まあ、結果を残したいなとは思ってるから、だからそれでもちゃんとできるような環境は作っていきたいなとは思ってるかな。俺見たいよ。あ、なんか動画でもいいし、森谷くんがなんか、バンドで叩いてる姿。ああそうやね、なんかそうレコーディングの風景みたいなの、ああ直してる直してる、見てくれてたのもあんな。いや、もう毎回見てっからよ。毎回見てっからよ。ありがとう。だけど、そうじゃない、なんか生で、はい、そうそうそう、冬さんだ、神田陽だ、なんだなって、もう培って間近、一番間近で得たものを、どう消化してそれを生で叩いてるのかっていうのを、俺は見てみたい。し、多分この、ね、この今多分指めっちゃ近いね。この中の人どれかいね。3つあるからね。コメント欄にね、あ、そうやね、皆さんあの私も見たいって書いてくださいね。あ、そうですね、はい、そんな感じで、はい、
なんか大人の話してるかもしれないけど、はい、まあでもそう、まあでも駒くんもうマジで京都に来てくれてありがとうございました。こちらこそです、はい、楽しかったです。まだ4年後やりましょう。4年後オリンピックイヤーに、はい、オリンピックイヤーにやりましょう。はい、そんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。